グリフィンドール、ハーフルパーフ、スリザリンということでね、はい、今日は実験していきたいと思います。はい、はい、俺たちね、惚れ薬を作ってるんですよ、このイベント期間で。この惚れ薬、まあ、紅茶なんですけど、それにお酒を入れる場合はどのお酒が合うのかっていうのを実験していきたいと思います。これじゃあ僕から。これはボンベイサファイア、ホワイトラブ、ホワイトラブですね。だいたい3フィンガーぐらいで、からの魔法かけてよ。もうなんかラムピンクっぽくなってます。そうや、本当俺にほてっちゃってるよ。ひとあげない。これ薬入れてください。じゃあこれ薬を混ぜさせていただきます。いい、あ、キラキラしてる、キラキラしてる、あ、キラキラしてる、わー、いくぜ。おお、え、すごい、めっちゃ惚れとるやん。俺にめっちゃ惚れとるやん。もうちょっとかな。マダムみたいだよ。ということでね、ちょっと実験でいただきます。はい、いただきます。お茶割りやな。なんか飲みやすいです。飲みやすいな。どっかです。あっ、癖強、はい、はいはい、そういうこと。めっちゃ癖強いです。あ、ウォッカかラムやな。なんでこれは絶対ダメです。どれが好きやった、いくで。いっせーので、お、同じ舌してますね。はい、失礼しました。はい、このイベント期間中なんですけど、この惚れ薬とあと点数加点っていうものがあります。おのおのに、加点が入りますので、まあ、バック率がすごい高い、一杯ご馳走があります。でバック率高い代わりに俺たちが、ソロチェキを、お客様にプレゼントさせていただきます。カラーの、オリシャンを今回作らせていただきました。ちゃんとねスタジオで撮影しまして、ボケてんな、うん、ということでお願いします。いただきます。ありがとうございます。こんな感じで、魔法学校イベントを日々お送りしております。ぜひご来店お待ちしております。待ってます。